はい、皆さんこんばんは、製麺機です。今日もね、晩酌の準備が整いましたので、早速ね、晩酌していきたいと思います。で、今日はね、もうね、何食べたらいいんだか全然思いつかなかったんでね、マグロのね、お刺身とね、つくね、ね、もうこれで済まそうかなと思ってね、簡単に。こんな感じの晩酌になりました。ね、毎回ね、もう同じようなのばっかりでね、申し訳ないんですけどもね、もう焼き鳥もしょっちゅう食べてますけどね。ね、私焼き鳥大好きなんでね。ではね、朝日さんのドライゼロ。ね、いつものやつですね、今日は。これを飲んでいきたいと思います。よいしょ。おぉ。シュワシュワ。ね。で、焼酎ね、ミニゴロって書いてありますけども、中身は大ゴロですね。まあ一緒だと思いますけどね。ね、こんな感じで。では、軽くかき混ぜてね。今日はこんな感じでね、いただきたいと思います。シュワシュワね、シュワシュワ。冷たいシュワシュワね。だいぶね、でもね、気温もね、落ち着いてきてね、今青森30度を切るね、切ってる感じですからね、27とかね、そのぐらいなんじゃないかと思うんですけどもね、だいぶ過ごしやすくなってきましたね。では今日もね、皆さん一日お疲れ様でしたね。ではね、お先に失礼していただきたいと思います。しばしばいただきます。この一杯目もね、このキンキンでこうね、シュワシュワで目が覚めるっていうかね、目が冴えるっていうかね、ね、冷え冷えでね、やっぱ生き返りますよね。軽くね、軽く混ぜてね、またこれ置いときますね。ではね、まずはね、マグロのお刺身ですね。マグロのお刺身ね、こちら台湾産の、バチマグロってなってましたね。バチマグロ、メバチマグロと違うんですかね。バチマグロ、なんか前にバチマグロって本マグロの子供のことをバチマグロって呼ぶっていう、なんか見たことあるような気がするんですけどもね、違ってたらあれですけどね、メバチのことバチマグロって言ったりするんですかね。ちょっとわかんないんですけどもね。ではね、この辺ね、いただきたいと思いますね。マグロ美味しいっすよね。マグロのバチマグロね、台湾産ですよね。台湾産のバチマグロ、よいしょ、ね、こんな感じで醤油たっぷりつけてね、わさびのっけて、あ、ピント合ってるかな、こんな感じでいただきます。とろけますね。これ美味しいですね。これそんなに高くなかったんですよ。これで一作で3、あ、でも結構したか、400円、500円までいかないですけどもね、400何十円とかしたのかな。今日ね、カツオのたたきとかも全然いいのなくてね。あ、じゃあシュワシュワね、シュワシュワね、いただきます。でね、カツオのたたきとか全然いいのないし、あのクジラのお刺身売ってたんですけどもね、私明日ちょっとね、用事でね、ニンニク使えないんでね、なんでまあちょっと割高なんですけどもね、マグロのお刺身にしました今日ね。ではお次はね、またいつものね、野菜サラダですね。で
では、ドレッシングね、いつもの癖になるうま塩ね、リケンさんのドレッシングですね。このぐらいかな、こんなもんでいいですかね。ああ垂れちゃ う、ちょっと垂れそう、ドレッシング垂れそう、よいしょね。ああなんか拭くもの、まあいいや、まあとりあえずね、あティッシュ、ティッシュ、ティッシュでちょっと手拭きます、すいません、すいませんね。では、玉ねぎのタレね、エバラさんの玉ねぎのタレね、これを軽くね、軽くかけてね、でいただきたいと思いますね。またトマトからねいただきたいと思います。これもね安いトマトね、何個 4個入って300円とかだったかな。今日またねトマトの安いやつ買ってきてね、うん、スーパーでね、小ぶりのトマトがね5、6個入ってね150円ぐらいでしたね。それ買ってきたんですけどもね、ね、もう一個いただきますね。またねあの野菜ね、趣味でこうね、あの家で栽培してるねおばあちゃんからまたプチトマトいただいてきましてねもうねもうビニール袋にパンパンに入ってね、またねいただいてきちゃったんですよね。え、うん、あの赤くなってくるとねカラスに食べられちゃうらしいんですよ。なんでねもうちょっとね、まあ、少し色づいたぐらいでね収穫しちゃってね、あと置いとけばね熟すんでね、それでいっぱいね取ったんでね食べきれないんで持ってってくれないかって言ってねまたもらってきたんでね、うん、きゅうりもこれまだねあのね家庭菜園で作ったねきゅうりいただいたやつねまだあるんでね、もうすごいっすよ、いっぱいありますよきゅうりとかあのプチトマトとかね、ありがたいですよね、うん。あ、これサラダチキンは生協さんのねサラダチキンですね。あ、なんかいっぱい作ってるみたいですね、種類とか。なんか今日モロヘイヤとかねそういうのももらってきてましたね。ねえ、うん、ではねちょっとねシュワシュワ飲んでね、大五郎ね、大五郎師匠こんな感じでね、また軽くねお箸でね失礼してね軽くかき混ぜてね、またこっち置いときます。ではお次はこれいきましょうかね、メンマね、激辛って言ってますけどもね、ピリ辛程度のね極太メンマね、極太、激辛メンマってねなってますけども、ピリ辛ね、実際はピリ辛程度でね、そんな辛くないですね。でもね太いんですよ結構ね、結構太いのは太いんですよ、こんな感じでね、どうでしょうね。これもね安かったんで買ってきたんですけどもね、ちょっと定価で買えばこれでね200円ぐらいするんでね、これでね、なんでね割引で買わないちょっとね高いかなって感じでね、ね、じゃあいただきます。うんうん、
んか辛いのでね、辛いので注意してくださいみたいなこと書いてあるんですけどね、全然辛くないですこれもうね激辛だと思って買ってきたらね、拍子抜けしますこれ、うん、辛いどころかねちょっと甘みもありますよこれ、なんか味付けてあるんでね、うん、うん、でもね激辛ではないですけども味は美味しいです、うん、ではねちょっとねミニゴロをね、ミニゴロをちょっとだけね注いで、でねここでまたねウイスキーね、カナディアンクラブね、メンマの後ね、ねピリ辛メンマの後にカナディアンクラブね、ウイスキーね、うんとめちゃくちゃな組み合わせでね、毎回申し訳ないですね、ね、まあね、ただウイスキー飲みたいだけなんでね、ね毎回言ってますけどもね、もうねよほど合わないものじゃない限りね全然平気なんでね、ねでいただきます、うん、うん、あこのねカナディアンクラブのこの独特の香りね、うん、ちょっとね電気ブランっぽい感じでね、これも美味しいんですよね。でもウイスキーに合わないこうつまみって何ですかね。ね、あの合うものはねいろいろあるんでしょうけども、合わないものってこれが合わないっていうのはあんまり聞かないですよね。まあそれなりにこう飲めちゃいますよね、食べたり飲んだりできちゃいますよね。これが相性悪いっていうのはあんまり聞かないですよね。うん。ね、甘いものとかウイスキーね相性いいですけどもね、これがねウイスキーこれと合わせてあんまり美味しくないっていうのってはあんまり聞かないですもんね、うん、ではお次はね七味唐辛子をねパパッとね軽くかけてこんな感じかな。でよいしょ、ね、お次はこちらいただきたいと思います。つくねですね、鶏のつくね、ピンと来ましたかね。ねちょっと今日の鶏のつくねなんかやけに茶色っぽいんですけどもね、ねこれまたねスーパーのねお惣菜の鶏のつくねを魚焼きグリルで焼き直しましたね。焼き鳥はねあの魚焼きグリルでね焼き直したのがね美味しいんでね、レンチンするよりも魚焼きグリルね、まあ一人暮らしアパートとかで一人暮らししてる方はなかなかねなあの魚焼きグリルないかもしれないですけどもね、もしね家にねあるんだったら魚焼きグリルで焼き直した方がね焼き鳥美味しいと思いますのでね、ちょっとタレしっかりつけてねこんな感じでどうでしょうね。ほんと今日のやけに茶色いんですけどもね、じゃあいただきます。うん、あー美味しいですね。タレがねすごくよく染みてね、味が染みててすごい美味しいです、うん、味が染みてるから茶色いのかな今日のは、うん、でねお酒今日はね桃川さんの濁り原酒っていうのをね売ってたんでちょっと買ってみました。で桃川さん青森県のね青森県の地酒になりますね、青森県上北郡奥入瀬町ね、製造者、桃川株式会社ってなってますね。あなんかついてんなね申し訳ないですね。ね濁り原酒、まあ濁り酒なんでしょうね、濁り酒の原酒ってことなんですかね。もろみのうまさを大切に残した濁り原酒は懐かしさと古き良き先の味をしっかりと伝えてくれますって書いてありますけどもね。
ね。でアルコールね、度数 20% あるんですよ。ね、日本酒で 20% ってかなり高いっすよね。だいたい日本酒 14% から15% ですよね普通で、高くて 18% ぐらいですからね。 20% って言ったら かなりねアルコール度数高いです。原酒なんで高いんですかね。ね、ちょっと振ってね、濁り酒なんでね、ちょっと軽く振ってね、で開けます。よっ、ね、どんなにね味なんだかね、甘いのかなね。なんか濁り酒ってね結構甘いのあったりしますからね。どんな感じでしょう。おー、いいですね。やっぱこう少しねとろっとしてますよね。で真っ白じゃなくてね、若干こうね色づいてる感じですよね。まあ見えますかね、ピント合ってんのかな。ね、じゃあいただいてみます。あやっぱり甘い系ですね。甘い系の濁り酒ですね。うん。で香りね、香りすごいですね。うん、あすごい、やっぱ甘いな。甘酒みたいですよ。うん、すごい甘くてね、うまみがありますね。甘みっていうかうまみっていうかね。うん、でこうちょっとこうぬかみたいなね香りもあってね、度数も高くてね、結構どっしりしてる感じですね。私どっちかって言ったらね、辛口のお酒の方が好きなんですけどもね、たまにこういうね甘めのね、こうどっしりしたお酒も美味しいですね。うん、ではそしたらもう一枚ね、お刺身ね、この辺ね良さそうなとこ一枚いただきましょうかね。昨日はね、晩酌動画の続きでね、またゲームしながらね、ファミコンの麻雀しながらね、晩酌しつつね、焼き鳥焼きつつこうね動画撮ったんですけどもね、バッテリーがやっぱ途中で切れちゃうんですよね。ね、今日はまだねバッテリー満タン表示になってますけどもね、やっぱね2本撮るのは難しいっすね。で結局ねまたいつものねグダグダ動画になっちゃったんですけどもね。ね、もうちょっとねこうね晩酌しながらゲームしながらっていう動画も撮りたいんですけどもね。まあゲームあんまり好きじゃないっていう方もねいらっしゃると思うんでね、晩酌動画は晩酌動画でねちゃんとこう撮って編集してね、でまあ晩酌しながらまたダラダラゲームするね、そういう動画もねまた別に撮ってね、すればまあ見たい方をね見ればいいかなっていうことでね、そういう形にしたいんですけどもね。ちょっとバッテリーがね今んとこちょっとねへたるの早くてね、まあねじゃあ先にね話長くなるんでね、マグロね、バチマグロ、台湾産のバチマグロいただきます。やっぱりこれ味的にちょっとメバチマグロかなって気しますけどもね。またね濁り酒ね、お刺身の後にはねやっぱ日本酒ね。これはカロリー高いだろうなこれね、あんま飲めないですね、ちょっとカロリー高そうでね、結構甘いんですよこれ。でも濁り酒もうまいですからね。もうね度数が強いんでね、なんかもう焼酎でも入ってるんじゃないかってぐらいね強い感じしますね。
日本酒で20度ですからね。焼酎も20度のね焼酎ありますけどもね、結構きますねこれ。うん、うん、ではまあもう一回つくね いただきましょうかね。ね、まあこれしかないんでね、うん、マグロとつくねとね、あとメンマね、あメンマとあと野菜しかないんでね。あピンときましたね。ねつくねタレつけてね。つくね美味しいですよね。ほんとはこうね卵の黄身かなんかこうつけて食べればもっと美味しいんですけどもね、さすがにちょっとねカロリー的にねやばいんでね、ほんとはそうやって食べた方がいいんですけどもね、我慢してね七味でね、タレだけでも結構カロリーあると思うんでね。ね、いただきます。あ今日のつくねすごい美味しいな。うん、本当にね味が染みててね、普段のつくねよりね全然美味しいです。なんでだろう。うん、ではね全然もうシュワシュワしてないシュワシュワですけどもね、ねこんな感じでもう気抜けた感じになっちゃってますけどもね。ではね今日のところはね、動画ね、晩酌動画ね、ここで締めさせていただきたいと思います。ね、もうね、最後までね、なくなるまでこうやっちゃうとね、ほんとグダグダになっちゃうんでね、もうほろ酔いぐらいのところでね、こうね、止めてね、やんないとね、もうほんとグダグダになっちゃうんでね、申し訳ないですね。ね、ほんとこうね、全部ね、食べるとこねやってこう編集した方がね面白いのかなとも思うんですけどもね、グダグダになりすぎちゃってもちょっとね良くないかなと思うんでね、この辺でね動画の方はね締めさせていただきたいと思います。あとはまたねまあ動画見るかアニメ見るかねゲームするかしながらねまたグダグダね晩酌続けていきたいと思います。ではね今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。あ、そうそう、コメントとかねまたぼちぼちいただいててね動画の方にねありがとうございますね。ちゃんとね返信はできてないですけどもちゃんとね見てますんでね、ねということなんでねまたねコメントの方もね気軽にね書き込んでくだされば嬉しいと思います。では、今日はねこの辺で失礼させていただいてね、また明日ね動画アップすると思いますのでねよろしくお願いします。うん。